皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、ソフトバンクの和田剛投手が5日、引退会見を行い、球団から打診された引退試合を誇示した理由を語りました。プロ生活22年、日米通算165勝を記録した43歳は、振り返っても悔いのないと言いますか、やり残したことのない野球人生と振り返ります。 球団からは引退試合の打診があったと話す和田投手。しかし、引退試合とか報告して、自分で言うのも変なんですけれど、和田さんのために、とか、和田のために日本一なろう、とか、そういう空気にはしたくなかったと孤示したと言います。続けて、自分もほとんど今年は貢献できていませんし、優勝は紛れもなくチーム全員の力ですし、みんなの力。 ファンの声援あって優勝だと思うその中に市場が絡んではいけないと思った自分のためにという空気だけはやってはいけないなとみんなの力で勝ち取った優勝なのでみんなの力で CS 日本シリーズを戦ってほしいって気持ちだったと理由を話しましたまたその考え方についても説明ファンあってのプロ野球ですし1人で優勝できるものではない やっぱりみんなの力が集まって同じ方向を向いて勝ち得ていくものと大事にしていた。チームあっての自分だとずっと戦っていましたし、それを気づかせてくれたのは木島さんに怒られたとき。怒られて、教わってからずっとそういう気持ちで。それが22年続けられたのは良かったとかつて共にプレーした先輩、城島健二さん言われたことだと明かしました。またファンには、 日本一、一世界一のファンだと思っています。2018年怪我で1年半も投げられなかったんですけれど2019年マウンドに上がった時にすごい拍手をいただいてこれだけのファンが待っていたんだと思うとすごく嬉しいと思いを口にします続けて本当にもしかしたら引退試合をしなかったことが裏切り行為になっちゃうのかもしれないですけれど 自分の22年やったプライドで考慮してほしいかなと思いますと話しました。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。